心臓イージス艦3950億円2隻計画ですね。まあイージスアショアということでね、やろうとしたんですけどもね、陸地に置くって話だったんですけども、えー、河野大臣の時にね、撤退しちゃいましたよね。その代替案として進められてきたのが、この最新鋭のイージス艦を2隻作るんだということです。はい、ちょっと読んでいきましょう。 イージスアショア、地上配備型の迎撃システムの配備断念を受けて、心臓するイージスシステム搭載艦の整備費が1隻あたり3950億円に上ることが分かった。敵のミサイル、 拠点などを攻撃する反撃能力、過去敵基地攻撃能力として活用する、米国製巡航ミサイルトマホークも搭載可能な垂直発射装置 VLS を備える。政府関係者が明らかにしました。はい、えー。今回のイージス艦というのはですね、まあこれまでのイージス艦と違って、まあ、長射程のね、敵基地を攻撃する、えー。そういうことまで可能なものにするということです。それでもうね、<laughs> 日本が、 まあ巡航ミサイル作ればいいんですけども、まあ、アメリカが、ね、トマホークというねそこそこ完成されたものを作ってますから、えー、もう最初からトマホークを発射可能な VLS を用意するということですね、はいまあ、これはまあ当然の流れでしょうね、はい、で今までは敵基地攻撃はなしが前提でしたから今後はいや場合によっては敵基地攻撃もできるものをで今回はそう心臓維持を作りますけどもこれまでにあるね 今、配備されているイージス艦もそっちの方向で VLS、ね、垂直発射装置これもちょっと改良を加えればあのトマホーク飛ばせますからね、まあ、そのつもりでトマホークが、ね、運用できるものに最初からしてあったわけですけどもそこをちょっと改変したらすぐ飛ばせるようになりますので、まあ、今回の心臓イージス艦2隻このコンセプトはまあ他のイージス艦にも徐々にです、ね、共有されていくということになります。はい 政府は2隻建造ですね令和9年度に1隻、えー、10年度に1隻を配備する計画です VLS は計122発分の発射能力を有すことになりますこれは既存のイージス艦の3割程度を増やすことになるということで、えー、VLS、まあ、垂直にトマホークを発射するんですけども、えー、128発分ということで、えーまあ、1.3倍ぐらいになるということです <laughs> で、えっと、まあ、レーダーとしては、スパイセブンですね。えマーチン製のレーダー。それから、 あのもうこれも全部含めた金額だということですそれから、えっと、5年度当初予算にはエンジンや潜水艦に対するソナーセンサーなどの取得費用として2208億円を計上していますからこれも後々ね、ね、え、医、ー、術艦にあの乗ってくる技術という,ふうになりますよね、はい、それから6年度予算の概算要求で残りの経費を盛り込みミサイル防衛体制の早期強化を目指すということです。 はい。それから、イージス搭載。 こ防間は、えー、極超音速滑空兵器 HGV をはじめとする急速な技術の進展を踏まえ、複雑多様化する空からの脅威に対処するための基盤として整備すると、はい、日米で共存してね、その中国が今開発したという言っている、えー、極超音速滑空兵器、ですからあの、とんでもない速度で飛んでくる、変則的に飛行したりとか、低空で来たりとか、いろいろなです、ね、迎撃しにくいタイプのものすごい速度で飛んでくる、まあ、これをですね、 まあ、速さだけではなく変則軌道とか、えー、上からぐるぐる何周も回っていきなり落ちてくるとか,です、ね、だか地球をぐるぐる回ったうえで落ちてくれば地球上どこでも落とせるわけですからだから一度、ね、人工衛星軌道に乗せてそして撃ち落とすというわけですだか,らかつては、ね、あの大陸間弾道ミサイルというのはあの、まあ、ボール投げるのと一緒でバーンと打ち上げたら向こうにこう。 こうう描いいいてて落ちていくという、まあ、これがですね大、えー、陸間弾道ミサイルでしたけども中国がやっているのはごく,、えー、ごく超音速だと速さだけかともそうではなくて一度人工衛星周回軌道に乗せるわけですよ、はい、そして、任意のところに撃ち落としていくというそしたらもう一度人工衛星軌道に乗っちゃったら地球上どこでも行けちゃいますよね。 はい、こういうですねちょっと変わり種のミサイルを作ったと言ってますからねそれに日本はアメリカと共同して対処するということで研究開発始まるそうですけども、まあ、こういった心臓移動艦もですねそういうものに対処できるものに今後、えー、バージョンアップしていくということです、はい、それからもう1つ、これもちょっと私ねおそこまでやるかと思ったのが1つありますのでちょっと読んでいきます。 えー、艦対空ミサイル SM6 も搭載するほか、えー、敵のミサイル圏外からでも迎撃あ攻撃できる長射程のスタンドオフミサイルに関しては人認識地対艦誘導弾の延伸型を艦上からも発射できるように改良を進めるこれすごいですよ、私ねよく言うんですけども地対艦、地対艦、はい、ミサイルというのは日本 のの作ってるのが世界最高性能なんですねこれ三菱重工が作ってるんですけども人に意識まあ2012年、えー、ということで人に意識なんですけども地位対艦ミサイルこれね地位対艦ミサイル最高性能を日本が作ったというのはこれ理由がありまして日本の国防を考えた時によその国の艦隊が日本に近づくことを阻止できさえすれば、ね、外国勢力に占領されることはないわけですよ。ね、ですからこの たまあ、具体的に言ってしまえば中国の空母艦隊、ね、機動部隊、ね、艦隊が日本列島に来て、ね、強襲揚陸艦とかを持ってきてそこから兵員を、ねえー、上陸させられたらこれは地上戦に発展してやばいことになるわけですよねそうなっても自衛隊を守るということで配備しているわけなんですけどもですからあの外国の艦隊を近づけなければ とにかく日本が占領されることはないわけなんです。だからとにかく島国日本としては地位対艦ミサイル。これを徹底的に研ぎ澄ましてきたわけですよ。はい、アメリカはそうではないんです。外国の艦隊が来るなんてことはそもそも想定していないので、地位対艦ミサイルというのはあまり力を入れてこなかったんですね。はい、でも日本はそれこそ上陸されたら終わるというね、誰か書いてますけど、まあ、そういうようなき気概のもとで、ね もう磨き上げた最高性能の地対艦ミサイルを作ったわけですよ、はい。これをイージス艦にも搭載するって話ですから <laughs> <laughs> そうしたら艦対艦ミサイルになるんですけどね。 はい。人認識の遠心式。まあちょっとこれからね、あのー、まあ三菱重工はもっともっと長射程のものを作れるんだけど、わざと性能の低いものを作ってるわけです。長射程のものはね、それは先生攻撃でけなんとか言われるから遠慮して、まあわざと短射程のものを作ってるんですけど、これを長射程に改変するってことを今やってるんですね。ですから人認識がかなり長射程のものに、えー、これから遠心式ができるわけですよ。これをイージス艦に乗せるわけですから。 はいはい、だから地対艦、まあ、これ、艦隊艦としても使うすごいですね、これは中国からしたらものすごい脅威ですよ、でで中国は艦隊が殲滅されちゃったらどうなります、ねえー、空母、それから今日、主要陸艦とかね、まあ、いろんな、まあ、艦艇を、ね、20隻、30隻って日本を攻めるぞって言ってんですよ。 全滅したらどうなります <laughs> そしてねこれはあの共産党一党一政権を吹っ飛びますよ <laughs> だから艦隊殲滅しちゃったら本当政権吹っ飛びますから、えー、だから日本がね地位対艦ミサイルで武装してなんなら心臓イージス艦にね最高性能の艦隊艦ミサイルこれをですね配備されたら 中国の機動部隊日本に近づけないですよね行ったらやられると思ったらこれはなかなかね近づけないですからねはい今回の心臓イージス艦なかなかええー、いいんじゃないですかねトマホークもセットできますしはいえー、そして、えー、人認識地位体感誘導弾 <laughs> これも発射できるように改良するとはいまあ、今までそれをやってこなかったのがね不思議なぐらいでやっぱ人認識地位体管ってとったらこ陸上自衛隊の運用ですからそれを海上自衛隊のね管轄するイージス艦に乗せるんだっていうのはねえー、まあもしかしたら前々からね考えてた人いるからもしれませんですけどもねようううやくこここへ来てそういうことがね いいよねと言って国民がうんそうしましょうねと思えるちょっと前だったら大反対ですよそんな長射程のものをね乗せて何をしようとしてんのかみたいなまたどっか攻め込むかっていやさすが日本今そんな外国攻め込まないですよ えー、もうそういうい時代終わったんです長射程のものを持つことによって国が守れるんだというの元をもとうという時代になってきているわけですから、まあ、本来であればこういった、ね、新しい、ねえー、長射程対応の、ね、本当に日本を守るためのイージス艦は、ね、もっと前からもっと置くべきだったと思いますけどようやくここへ来て、ねえー、人認識乗せるトマホーク乗せる、えー、場合によっては敵基地攻撃できるものも含めてですね え、持とうという、これ国民的な、あの、これ反対ないですよ。共産党とかがね、なんかちいちいパパ言ってますから、あんなも無視しとけばいいんですから、国論としてですね、こういうものを持たないと、もう国が守れないというふうにね、なってますから、はい。まあ、ようやくここへ来たかというね、えー、ようやくたどり着いたかというふうに思いますね。感慨深いと言いますか、はい。 なんかいつも右翼だ、なんだかんだ、軍歌の音が聞こえるだろうね。また戦争をするのか、みたいに散々言われてきましたけども、今、そういう時代じゃない。ようやく来たというね、感じですね。はい。